ジャングルの王者、ターちゃんは、のりひろまさやによる日本の漫画作品、及びそれを原作としたアニメ作品。途中、新ジャングルの王者、ターちゃんに解題した。週刊少年ジャンプにて、1988年15号から1990年26号まで、ジャングルの王者、ターちゃんとして連載され、 その後1990年27号から1995年18号まで、新ジャングルの王者、ターちゃんとタイトルを変更して連載された。連載開始以前に、プロトタイプ的なショート読み切り、ターさんが、週刊少年ジャンプ増刊1986、オータムスペシャルに掲載されている。単行本は、9が、ジャンプコミックスデラックスより、全7巻、新が、 ジャンプコミックスより全20巻。2009年11月より蒸気機関の文庫版が発売開始されており、9が全3巻、新が全12巻がそれぞれ発行された。当初はアフリカのジャングルを舞台にしたターザンのパロディとして1話完結形式を基本としたギャグ漫画だった。ジャングルの平和を守るターちゃん。 ジェーンとそのジャングルの動物たちが繰り広げるドタバタ、激であり、1話のページ数が7ページと当時、ジャンプに連載されていた他の作品と比べると短かった。その要因の一つに、スーパージャンプに、ふんどし刑事ケンちゃんと、チャコちゃんを同時連載していたことがある。なお、タワちゃん開始後、スーパージャンプは月間化され、ケンチャコは不定期連載となり1990年まで続いた。 連載開始から2年後、ページ数を13から15ページに増やし、タイトルを真に変更して、それまでの1話完結形式ギャグから、長編格闘漫画へと移行する。長期格闘編では、バトルの途中にも、要所要所にギャグが散りばめながら、シリアスな展開が繰り広げられた。バトルが一段落するとまたしばらくは1は完結形式のギャグ漫画が続き、一定期間が経つと、 再び格闘編へといった流れを繰り返した。この漫画の特徴はギャグの下ネタが特に多いことで、のりひろまさやの作品に共通して見られる。また、1993年にはテレビ東京系列でジャングルの王者ターちャンのタイトルでテレビアニメ化され、1994年まで放映された。タイトルは ジャングルの王者ながら、ターちゃんたちが住んでいるのはサバンナであり、作中にジャングルはほとんど出てこない。アフリカのあるところにジャングルの平和を守るために日々戦い続ける若者がいた。その男、ターちゃんは生まれて間もなく、サバンナに捨てられ、チンパンジーに育てられた過去を持つ野生児であり、鍛え抜かれた肉体と平和を愛する正義の心を持つジャングルの王者であった。 ターちゃんは密漁者やハンターたちから自然や動物を守ることを自らの使命とする一方で、私生活では共済家として妻、ジェーンの尻に敷かれており、可愛い女の子やエッチなものに目がないという一面も持っていた。ターちゃんは様々な敵と戦い、個性豊かな人々との交流や時折エッチなことに精を出しながらもジャングルの平和を守っていく。作品としては、 ターちゃんの強さに感服して、弟子入りした、フランスの格闘家、ペドロがターちゃんファミリーに加わったところで終了し、基本的な設定を受け継ぎながら、新ジャングルの王者、ターちゃんへと続く。その昔、アフリカが動物の楽園と呼ばれていた時代に、ジャングルの王者、ターちゃんと呼ばれる、地上最強の男がいた。ターちゃんは動物たちや妻をはじめとする周囲の人たちに、 支えられながら日々ハンターや密漁者たちと戦い、ジャングルの平和を守っていた。ジャングルの王者であると同時に格闘技の達人でも、アルターちゃんは、時には悪人たちの邪悪な野望を阻止するため、時には自らの出生の秘密を探るために世界を股にかけた戦いの旅へと出発する。ユンケル帝国では、薬物で肉体を強化したバイオ戦士、中国では、飛行武術を操る、 西派遣の剣士たち、アメリカでは、石格闘技オープントーナメントに、バンパイア王国では、伝説の生物であるバンパイア戦士たちとも激闘を繰り広げる。さらに、悪の組織、マックス、ケルベロスとの死闘や5000年ぶりに現代に蘇った、ルシュ王国の古代戦士たちとの戦いを経て、最後は、未来からやってきた、昆虫戦士たちとの戦いに至る。 様々な人間との出会いの中でターちゃんは人間の持つ醜さや愚かさを知り苦悩するがその度に悪への怒りを力に変えて勝利を掴んでゆく。この物語は動物と自然を守る男ターちゃんとその仲間たちが悪と戦い地球を救った過程を描いた物語である。ハンターとその関係者マックス健全な表の異種格闘技団体とは全く異なる。 裏の異種格闘技団体。世界規模の巨大組織であり、専属のスポーツドクターや格闘訓練学校も存在し、試合では対戦相手を再起不能にするまで戦闘を行うなど、非常に過激な集団。作中では表の格闘界の支配をもくろみ、パンピングアイアンホテルの異種格闘技オープントーナメントに資格を送り込んでいた。 より強力な力を持ったレスラーたちを生み出すために闇の医学組織ケルベロスと手を組み専属のレスラーを改造人間にする手術を施す改造人間となった者は顔に縫い目があるフランケンシュタインを彷彿とさせる容姿をしており額には洗脳効果のあるコントロールチップを埋め込んでいる痛覚がなく波の格闘家をはるかに上回る強さを誇るが その代償は非常に大きく寿命が約半年となってしまうほか1時間おきに細胞固定剤を注射しなければわずか30分で死亡してしまう薬が切れると理性を失って暴走手遅れになると細胞が凝結して体が石膏人形のように凝固バラバラとなってしまう改造人間に薬を投与する描写があるのはアメリカ編のみ クローン編の終盤でオーナーのダグラスと側近のミスター・ロビンソンが逮捕され壊滅に追い込まれた。名前が判明したのはアメリカ編であるが中国編で黒龍県と手を組んでいた白人のスポンサーが所持していた暗殺リストにもマックスのマークが描かれていたことから黒龍県と手を組みにし派32文化を暗殺集団にするビジネスを行っていた模様。 ケルベロス非合法な闇の医学組織。エドガー曰く世界中の天才医学者がその才能を何の束縛もなく自由に開花させることができる組織とのこと。人間を改造人間や細胞具化する手術やクローン技術など非常に高度な医療技術を持ち、マックスがスポンサーとして資金を提供している。ァンパイア編においてオリジナルのァンパイアウイルスを持つ団国王を 洗脳した上、彼の血を使い、強力な格闘家たちを作り出そうとしたが、ターチャンファミリーの活躍で失敗。これにより、マックスに契約を打ち切られそうになる。名誉挽回のため、マックスと共に、全世界格闘を決定トーナメントを開催し、公の場でターチャンを倒そうとするが、切り札である、アイアンマスクがターチャンに敗北した上、CIA の特務隊に、 本拠地の島を制圧され壊滅した。中国西派トーナメントで登場。アニメでは7話から開始。強じの力を扱う一派。強すぎる力を持つため500年前から山奥にこもり、タル流との試合を禁じ、10年に1回開かれるトーナメントで優勝した流派がトップたる大同士になる。国流拳はこれに優勝することで白人のスポンサーたちに暗殺拳として、 自らの技を提供し、私服を肥やそうとしている。八ヶ県国流剣その他の流派、その他高岩ファミリーアメリカラスベガスのパンピングアイアンホテルを経営する格闘家家族。世界中のあらゆる格闘技大会をチェックしており、門外不出の中国西派トーナメントも例外ではない。ユンケルオープントーナメントで、本来の第一子であるはずのターちゃんの存在を知り、 彼を家族に迎え入れようとするが、ターチャンには断られた上、後に実際には、地のつながりがなかったことが判明。マックス詳細はマックスを参照。トーナメント参加者決戦。ターチャン、タイバンパイア戦士バンパイア王国バンパイアたちが、人間の目を逃れるために作った王国。ルーマニアの峡谷の崖をくり抜いて作ったことから、崖の町とも呼ばれており、王家の者たちは、 バンパイア城に住んでおり、バラの御剣士が守護するバラの塔もある。上と寒さに耐えながら暮らしているが、それでも懸命に生きている民たちの姿を見て、ターチャンは平和を感じ取った。原作のエピローグにおいては、民たちもターチャンファミリーと親しくなった描写が描かれている。アニメ版では、ケルベロスの一軒から別の地に旅立つことにした。 バラのご剣士、バラの塔を守護する5人の戦士たち。本当の目的は、国王の救出を防ぐことではなく、逃亡を防ぐこと。バラの護剣士が持つ鍵は、バラの塔の扉を開くだけでなく、ダン国王の拘束を解くためにも用いられる。ターチャンを倒しながらも、外気を用いた針に加え、シーマの手で、バンパイア化されて動くペドロに押されていくが、 夜が明けたことで二人の廊下が進んだことで勝ちを拾う。ターチャンファミリーを捕らえ処刑しようとするが、ケルベロスの襲撃でそれどころではなくなったことと、自分たちを助けてくれるターチャンファミリーの姿に心動かされて若い。共に、ケルベロスに立ち向かった。ケルベロス詳細はケルベロスを参照。その他最後の戦い、全世界格闘を決定トーナメントターチャン。 大悪魔のクローン人間、ケルベロス及び、マックス大会参加者その他原作ラストエピソード、直前の長編。漁師藩は中国に帰ったため登場はしない。原作における最終的な長編。1993年10月14日から1994年9月29日まで、テレビ、東京系列にて放送された。その後は1994年12月。 1995年3月、8月、1996年1月、10月にスペシャルが放送された。アニメ化の際、過激な下ネタの大半がカットされ、ややソフトな下ネタに変更されている。他にも残酷描写の多くがカットされていたり、原作では死亡したキャラクターが生存するなどの変更もある。さらに、実在商品名を用いたガジャレやーンが、 マジンガー Z の名前でツッコミを入れるシーンがカットされ、別のネタに差し替えられている。キャストでは主役のターチャンに俳優のキシタニゴロを起用。ナンバーヒは規制の声のイメージにとらわれたくないという思いがあったんですと述べている。ストーリーはいくつかの短編や中国編からクローン編までの長編が描かれている。桜井直によれば、 ユンケル帝国編は針を早く登場させるためにカットしたとのこと。最終話は各章でターちゃんたちと心通わせたキャラクターたちが再登場し、ターちゃんとジェーンの正式な結婚式を描いて幕を閉じている。平均視聴率は11%だった。また、インターネットテレビのギャオで配信された際、視聴ランキングの上位に入ることも多く、 現在までに2度配信された。なお、本作以降テレビ、東京木曜19時代のアニメは、ステレオ放送へと移行。提供クレジットのブルーバックが撤廃され、作品の静止画が入った。放送日時は個別に出展が提示されているつぼねを、除き1994年1月中旬から2月上旬、時点のものとする。上記の作品の他にも、 1991年12月発売のファミリーコンピュータソフトファミコンジャンプ2最強の7人2006年11月23日発売のニンテンドー d s ソフトジャンプアルティメットスターズにも登場しているすべて著者はのりひろまさや発行は終英社。ありがとうございます